スマートフォンで顔写真を合成して平均顔を作るアプリが人気です。代表的なアプリにアベレージフェイスプロがあります。このようなアプリで使用しているモーフィングを使用した手法ではこのように重ねた画像の残像が残ったようになっていまいち実在感のないふわっとした写真になりがちです。現在では AI を使った次世代の顔合成が研究されており、特にマッチングインガンスペースという技術ではこのように実物と遜色ない顔合成写真を作ることができます。これでも十分なのですが、画質にこだわりたいキナハル .com としては合成した画像をさらに高画質化したいと思います。使用するサイトはビッグウィッシュです。こちらに画像をアップすると無料でこのように高画質化処理をしてくれます。結果もこのように一段とリアリティが増す結果となりました。ビッグウィッシュについては AI はどこまで元の顔に近づけるか検証という動画で詳しく説明しておりますので、概要欄にリンクを貼っておきます。今回はこの技術を使用して乃木坂46、AKB48、TWICE の人気上位メンバーの顔を合成して究極のメンバーを作成してみたいと思います。マッチングインガンスペースを Google コラボという Google が機械学習の教育及び研究に提供している無料のサービスを使用して顔合成をしていきます。ちなみに Google コラボは Google アカウントがあれば誰でもすぐに使用できます。別の動画で Google コラボを使用した誰でも10分で本格的ディープフェイク動画が作成できるチュートリアル動画を出しております。自分のお気に入りの動画の顔を自分の好きなアイドルの顔に置き換えることができます。ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもご覧ください。各グループ上位3名の顔を合成し究極のメンバーを作成します。ランキングはみんなのランキングというサイトで、顔面偏差値という容赦ないキーワードで検索すると各グループの可愛いメンバーランキングというのが出てきます。なるべく私個人の主観や好みを排除したいので、こちらのランキングに従って上位3名の顔を合成していきます。まずは2位と3位の顔を合成します。そしてその合成した顔を1位の顔と合成します。1位の顔に敬意を表して、1位 50%、2位 25%、3位 25% の顔の割合となります。したがって1位のメンバーの顔の風味が強い顔になります。まずは乃木坂46のランキングですが、第3位は生田絵梨花です。好きなサッカー選手はハメス・ロドリゲスです。第2位は斉藤飛鳥です。特技はドナルド・ダックのモノマネです。栄えある第1位は白石麻衣です。好きな食べ物は中尾の牛丼です。次に AKB48 のランキングですが、第3位は小島春菜です。好きなプロレスラーはクリス・ジェリコです。第2位は渡辺麻友です。唐揚げが大好きで日本唐揚げ協会によるベスト唐揚げニストに選ばれたこともあります。栄えある第1位は入山杏奈です。好きな戦国武将は伊達政宗です。最後にトワイスのランキングですが、第3位はサナです。特技はマリオカートの音真似です。第2位はミナです。趣味は編み物と刺繍です。栄えある第1位はツイです。好きな日本の食べ物はうどんです。それでは早速、乃木坂46の究極のメンバーから見ていきましょう。まずは斉藤飛鳥と生田絵梨花の合成画像がこちらになります。斉藤飛鳥のベースに生田絵梨花の顔が乗ったような顔ですね。そしてこちらがその画像と白石麻衣を合成した究極メンバーの画像です。白石麻衣の風味が強いのは 50% なので当然として、生田絵梨花も 25% とは思えないほど主張している顔ですね。ちなみにこちらが斉藤飛鳥と白石麻衣を合成した画像になります。個人的にはこの画像を究極のメンバーにしたいと思うくらい、乃木坂46を代表しているような顔に思えます。次は AKB48 の究極のメンバーを見ていきましょう。まずは渡辺麻友と小島春菜の合成画像がこちらになります。両方のいいところがミックスされたような顔になってますね。そしてこちらがその画像と入山アンナを合成した究極のメンバーの画像です。やはり入山アンナは相当主張の強い顔なので、ガラッと上書きされた印象もありますが、よく見るとこちらも3人の特徴がうまくミックスされたバランスの良い顔だと思います。最後に TWICE の究極のメンバーを見ていきましょう。まずはミナとサナの合成画像がこちらになります。両方とも日本人なのですが、化粧法が韓国っぽいので、やはり韓流アイドルに見えます。そしてこちらがその画像とツイを合成した究極のメンバーの画像です。さすが世界で最も美しい顔100人、20191位の顔ですね。他のメンバーが混ざることにより実物より若干マイルドな顔になってます。最後にお遊びで別の Google コラボのプログラムで、この3人の究極のメンバーの顔をミスインターナショナルのファイナリストの30人の平均顔と類似度を計算して3人の美人ランキングを作成したいと思います。こちらの類似度は数値が1に近いほど似ている世界的美人に近いということになります。このプログラムに究極のメンバー3人の顔を以下の順番で読み込ませます。1乃木坂46、2 AKB48、 3 TWICE、 そして美人度プログラムを実行します。結果、数値が一番高かったのは K
僅差で3度トワイスとなりました。しかしこれは世界の多種多様な顔が基準なのであくまでお遊びということですが、一般的な日本人の顔を読み込ませると大体 0.5 から 0.6 の間なので、究極のメンバーの敏度が高いということがわかります。ということでいかがでしたでしょうか。もしこのグループでやってほしいとか、このメンバーで顔を合成してほしいとかリクエストがありましたら、コメント欄に記入をお願いします。ご視聴ありがとうございました。